うん、薄暗くていい感じだな。うわすごいな。はい、おはようございます、アルパカです。今日はですね、分割全国走破シリーズの愛知県版ですね。愛知県はですね、このバイクで走るの初めてなんですけども、今回は今まで走ったことないところをいくつか回ってみたいと思います。それでは行ってみましょうか。愛知県はですね、今まで、関西行くときとかに、まあ、高速道路でそのまま通過しちゃうパターンが多かったんですけども、まあ、紀伊半島回ったときに、まあ、一世湾フェリーですかに乗って愛知県に入って、まあ、渥美半島を回ったりとか、2014年の SSTR サンライズサンセットツーリングラリーに参加したときに、まあ、愛知県をルートに入れてたので、そこで道の駅をいっぱい回ったっていうぐらいですね。SSTR2014 年しか参加してないんですけども、まあ、多分今とルール少し違うと思うんですが、当時はものすごい道の駅回らないとゴール条件クリアできなかったんで、かなり愛知県回りましたね。その代わりあまり見晴らしのいいところとかバインディングは走ったことないんで、まあ、今日はその辺を重視して走りたいと思います。雑誌のバイク人の別冊に載ってたと思うんですけども、日本の絶景度100選の中に、まあ、愛知県の道2つあったので、そこを走破したいと思います。最初は、蓬莱寺山パークウェイっていうところですね。おー、どんな感じかな。凍結の恐れ、はい。まあ、おー、愛知県あんま見晴らしのいいところ走ったことないんですよね。なので、まあ、地図を見た感じこの道はそんなに長いワインディングじゃないと思うんですけども、どうなんですかね。路面はあんまりいい感じじゃないですね。ところどころ補修の跡あるし、デコボコしてる。まあ、おそらく紅葉の名所だと思われるんですけどね。まあ、まだ冬なんで。ただ暖冬っていうこともあって雪がないから全然普通に走れそうですね。さあ、一発目のヘアピンが来そうですね。いきなりつるっといっちゃうかもしれないな。お、気持ちいい。おお。うん、これは箱根のいつも走ってる峠に似ている。おう、ここはあんまりカットガス道でもなさそうですね。路面状態があんまり良くないですね。いやー、初めて走る道っていうのは本当いいっすよ。
らほら、おお気持ちいい。なんかあっという間に終わっちゃうそうな感じの道ですね。この先に宝来寺という寺があるようなんですが、素通りですね。ただ走りに来たって感じですね、本当。さあ、絶景道100選っていうの選ばれた理由は何なのかちょっと知りたいんですが、今のところそれほど眺めがいいというわけでもないですね。ああ、これはかなりくねくねしますね。山がね、すごいな。岩肌が、岩じゃねえかこれ。これはひょっとしたら逆側から上がってきた方が良かったのかもしれないな。標高は292メートル。なるほど。やべ、もう終わっちゃったよ。早いな、おい。おお、ちょっと上に上がってきますね、これから。気持ちいいじゃないですか。うお、薄暗くていい感じだな、これ。うわ、すごいな、この。杉林？あー、これはすごい。なかなか目にかかれない、こんなの。終わってしまいました。すごいな。さあ、終了です。お疲れ様でした。このまま進路を北にとってチャウス山というところへ今度は行ってみたいと思います。